ドルニエドゥ三32ドルニエドゥ三32ドルニエドゥ三 32E は、1960年代に、西ドイツの航空機メーカーのドルニエで、軍用向けに開発された、簡便な組み立て式のタンザヘリコプターである。当初の軍からの大量の発注の見込みと民間での、使用への提案にもかかわらず、3機が飛行しただけで、あった。1960年代初めに、ドイツ連邦陸軍は、 小型4輪駆動車で牽引するトレーラーに、積載できるほどの大きさに分解できる、観測、連絡用の小型ヘリコプターに興味を抱いていた。フェアリーウルトラライトヘリコプターやュ動ウエスト人といった、当時の小型ヘリコプターと同様に、ルー32は、ローターブレードの駆動にチップジェット。この方式の利点は、トルク反力がないためテールローターが不要となり、 重量の節減と機体の操縦機構が簡略化できることであった。ドルニエ社はローターの中を通じて先端へ空気を送り込む、コンプレッサーを駆動するために小型のガスタービンを使用した。ドイツ博物館に展示されている試作4号キル32のパイロットの後ろですぼまっている形状の四角断面の胴体の構造は非常に簡単なものであった。b m w リットルタービンと コンプレッサーは、ローター柱の直後の胴体長部に据え付けられており、排気は横方向の制御を行うように、耐熱処理を施された大型で、長方形の方向打に向けて放出されていた。水平尾翼は、高体角を持っていた。パイロットは、ローター柱前の底部構造材の上に据えられた、簡素な座席に座り、上から吊り下がった、長く湾曲した。 操縦桿で2枚ブレードのローターを直接制御し、ピッチの制御は座席左側の通常のコレクティブピッチレバーでいった。ラダーペダルはパイロットのほぼ真正面に伸びる交換に据え付けられ、これは足先にある簡単な軽基板の支柱にもなっていた。この交換は簡単な三支柱式交着装置の前足の役目もになっており、各足の先端は干渉装置を持たない足となっていた。 発展型の無人基板 DU34DU32 は1962年6月29日に初飛行を行い、試作初号機と別の2機の試作機でかなりの数の飛行テストを実施した。試作初号機ではトレーラーによる収納、輸送と再組み立て後の飛行テストも行われた。比較的重いローターは飛行前にゼロピッチ状態で回されることで急速な 垂直上昇やオートジャイロ方式のジャンプスタートを行う力を要していた。後に、これら3機の試作機すべては様々異なる原因で失われた。ドルニエ社は陸軍からの大量発注を期待していたが、発注はなく農業分野での採用を意図してニザで大型のエンジンを搭載した機体、DU-32Z を企画したが、それ以上は、 友人の DU32 が飛行することはなかった。飛行しなかった試作4号機は、試作初号機の登録記号 D ホパを付けられて、ドイツ博物館に展示されている。DU32U は DU32E の無人基板であり、座席がないこと以外はオリジナルと非常に似た機体であった。DU34 に発展する DU32K は圧縮空気駆動のローターを持つが、 胴体のない無人ドローン機であった。BMW6012 エンジングリーン 1964P255 ジャイロダインドーターサイクル XH-26 ジェットジープ。ありがとうございます。